キャンペーンには地域交通安全推進員や市や警察関係者など20人が参加しました。市役所を訪れた市民に飲酒運転は犯罪ですと書かれたチラシや、市内のビール工場から提供されたノンアルコールビールの缶を配り、飲酒運転根絶を訴えました。これからの季節、飲酒運転多いものですから、その撲滅に向けて皆さんのご理解をお願いしているものであります。11日に始まった夏の交通安全県民運動は明日までの10日間の予定で、各地で啓発活動が続けられています。